この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ミーコ TV 小森です。メイナです。映像で古国の魅力を伝えたいミーコ TV は戦国の聖地安土町からお届けしております。はい、今回は伊藤さん、大川くん、武部さんでお送りしていきます。はい、さてここからはメッセージコーナーの時間です。今回は3名の方から VTR メッセージが届いております。それでは VTR スタート。こんにちは、ルシーママヨガスタジオの小川です。8月から定期的に月に1回ヨガのワンポイントレッスンということで担当させていただきます。皆様にも心地よく体を動かしていただくよう努めていきますので、ぜひぜひヨガ楽しんでください。どうぞよろしくお願いします。スタジオの皆さんこんにちは。8月の新コーナーでストレッチを担当させていただきます。ストレッチ道の永田と申します。よろしくお願いします。ストレッチ道では皆さんの体の健康につながるストレッチを中心にやらせてもらっています。その他にはトレーニングですね。普段皆さんが健康にいるためには体がすごい大事になってくると思います。その体を、自分で整えるっていうのが一番いいんですけど、なかなかできないので、私が、マンツーマンで、お手伝いさせてもらっています。その新コーナーでも、皆さんがご自宅で、できるような簡単なストレッチをいろいろ教えさせてもらって、これを見ていただいた皆さんが健康でいられるようにしていきたいと思います。これからよろしくお願いします。ミコ TV の皆さんこんにちは。日本ご当地キャラクター協会の荒川です。今年もですね、彦根ではあの、ご当地キャラクターの聖地と言われる、ご当地キャラ博院彦根がですね、10月の17日18日と2日間、全国から約200キャラぐらい、集まりますんで、ぜひ、遊びに来ていただきたいなと思っております。またですね、今年は、井伊直弼生誕200100年祭ということで、彦根の、謎を解き明かす、PV を撮影するということも今取り組んでおりまして、そちらにいる、皆さんも出ていただけるということで、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。皆さんメッセージありがとうございました。私たちも頑張りますので、一緒にミコ TV を盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さて、多くの方からメッセージいただきましたが、はい、はい、まずはヨガ。ヨガですね、はい、ワンポイントヨガということで、はい、簡単にね、そうですね、できるんですかね、ヨガヨガちょっと違う来月からの楽しみですね。はい、そしてストレッチもあるということで、はい、いいですよね、健康ストレッチ。いいですね、はい、私もめちゃくちゃ体硬いんで。あ、そうなんだ意外こちらです。ちょっとワンポイントヨガして、はい、ストレッチして、はい、あ、もういいですね、もうフルコースフルコース、はい、来月から本当に楽しみです、はい、ちょっと動ける格好で来られたね。そうですね、ガチで確かに。で、最後ですけれども、彦根のイベントですね、10月に開催されます。こちらもね、いっぱいキャラクターが集まるということで、はい、200キャラってすごいですよね。200ってすごいですよね、はい、多分言えない言えないいっぱいいっぱい、ひこにゃひこにゃ以上楽しみですね、こちらも、
そして、まあ、私たちも参加させていただける彦根市のプロモーションビデオということで、はい、こちらもねなんだかミステリーな感じだということで、はい、まだあまり知らされてないですけれどもなんかね夏休みにみんながね撮影、そうですね、があるということですので、はい、そちらも皆さんお楽しみに。はい、これからのミコ TV も楽しくなりそうですね。なりそうですね。はい、ということで次回はどんざから熱いメッセージいただけるのか楽しみです。皆様からの熱いメッセージお待ちしております。それでは次のコーナーもお楽しみに。大事なものを多すぎる勘違い、本当に大事なものはそう多くない、理解したように笑うけど本当はね、笑った顔インプットして楽しい。理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの、本当だよ、伝えても意味はないかも、信じないよ。0%詳細。